高野市立図書館は、埼玉県高野市が設立、運営する公共図書館の総称である。2005年9月30日までは、現在の高野市立高野市中央図書館が、旧高野市立図書館であった。しかし、同年10月1日に行われた高野市、北足立郡吹上町、北埼玉郡川里町との市町村合併に伴い、 旧市長の各館との混同を避けるため、現在名に解消された。このため、2005年10月1日以降は、高野市立図書館という名称の個別の図書館は存在しない。また、旧町立図書館も合併と同時に現在名に解消された。現在、高野ス中央図書館、吹上図書館、川里図書館の3館が設置され、公民館図書室。 市民センターにおいても図書館業務を行っている。なお、蒸気図書館及び公民館図書室、市民センターでは共通の利用者カードにより資料退借を行っている。また、お財布携帯搭載の携帯電話、スマートフォンであれば IC チップの製造番号を登録して利用者カードの代わりに使用できる。現在では、高野巣市に在住、在勤、在学する者の,のほか。 行田市、熊谷市、桶川市、北本市、比企郡吉見町、加藤市、久喜市の在住者も利用することができる。本校では、河野市の設置する、市立図書館全般について述べる。また、以下で名称に研究する際には特筆のない限り、河野市立を省略する。エルミ河野スアネックスの1階に設けられている。もともと旧河野市により、 コーノス市立図書館として設置されたものであるが、従来の施設から、エルミコーノスアネックスには2010年7月に移転し、同年7月17日に開館記念式典が取り行われた。所在地アクセス休館日開館時間吹き上げ図書館。吹き上げ図書館現在は、コーノス市商工会吹き上げ市初級吹き上げ町により、吹き上げ町立図書館として設置された図書館である。 2013年7月3日、隣接地に新築移転。所在地アクセス休館日開館時間川里図書館旧、川里町により、川里町立図書館として設置された図書館である。所在地休館日開館時間以下の公民館等においても図書館業務を行っており、図書館と同じカードでの利用となる。所在地休館日開館時間所在地休館日、 開館,館開館時間所在地休館日開館時間所在地休館日開館時間所在地アクセス休館日開館時間川佐と涯学習センター図書室がある川佐館所在地アクセス休館日開館時間以下の施設には図書、雑誌、CD ビデオなどの資料は配置されておらず予約資料の受け渡し業務、返却業務のみ実施している所在地アクセス休館日開館時間 ありがとうございます。